政府通信保安局。政府通信保安局はニュージーランドの情報機関である。GCSB は市銀と中津ずく通信傍受を行う組織である。ウクサ、英米同盟の一員としてアメリカ国家安全保障局やイギリス政府通信本部と連携して活動する。また、政府の通信の保護とサイバープロテクションは GCSB の責任である。 関連技術の研究も行う。GCSB の担当大臣は、首相が兼務するのが慣例である。また、情報保安監察総監と、議会の情報保安委員会の監督を受ける。GCSB は通信防止により得た情報を、それを必要とする、各部署に供給する。また、政府機関の通信保安体制のチェックとアドバイスを、行う。まとめれば、以下の通り、 職員は技術者、数学者、翻訳者等々を合わせて三百数十名。本部はウェリントンに無線電波防止基地がタンジモアナに衛星通信防止基地がワイホパイにある。幹部は軍から移動した将校が多い。GGSB はダイバーシティに力を入れているようで、面白いことに公式サイトで職員の男女比とエスニシティの割合を公表している。それによれば、 職員中の女性の割合33%、人種構成は半数がヨーロッパ系6%のマオリ、その他5%、30%以上が特定の民族に属さずとなっている。GCSB の当初の目標は太平洋の南からソ連海軍とスパイ戦かもしれないソ連の漁船の通信や各種電波情報を集めることとさらに漏れ飛んでくる 極東ソ連軍の無線電波を傍受することであった。これが従来からの伝統的な任務である。一方で、非軍事的通信の傍受も行われていた。対象は、西太平洋周辺諸国の外交通信であった。冷戦後期から、経済分野の通信への志向が高まったと言われている。80年代後半、衛星通信が主力となってくるのに対応して、Y ホパイに、 衛星通信傍受のための基地が出現した。これらは太平洋上空にある通信衛星を施行して、その通信を傍受していると考えられる。基本的に GCSB は国外の通信傍受のみを行い、国内ではこれを行わない。という建前である。九十年代以降サイバースペースの問題が課題として浮上し、GCSB は与えられた役割の各部門で、 その強化に努めている。2001年、ニュージーランドは GCSB 参加にインフラ等の国内重要部門をサイバー攻撃から防御するための専門部署、重要インフラストラクチャー防衛センターを立ち上げた。2007年、ニュージーランド政府のコンピュータ網にサイバー攻撃が仕掛けられていたことが判明し、かねてよりの懸念がいよいよ現実のものとなった。 GCSB の歴史は遡れば20世紀初頭にまで遡る。第一次世界大戦後、イギリスとその植民地間の通信体制を暗号化、機密化するための取り組みがイギリス本国の指導に基づいて行われた。通信中継基地としてニュージーランドではその実務はイギリスの指導を受けたニュージーランド人の通信部隊が行った。第二次世界大戦において、 同様に指導を受けながらニュージーランドは本の通信の傍受と連合軍の通信連絡を呼び、その機密維持に携わった。戦後、ウクサの成立を受けて世界的通信傍受機構の一翼を担うことになったニュージーランドの通信情報部門はまだいくつにも分かれていた。軍事電波情報の収集を行う軍の組織クソ、通信保護の研究を行う業務は NZCSC、 外務省、国防省、さらに SIS が、他機関と共同で、もしくはバラバラに。1977年、これらの役割を一つにまとめるものとして、GCSB は成立した。当初は、国防省の参加にあり、独立機関となったのは1989年である。これにより GCSB は、首相直轄となった。GCSB は、長らく非公開の組織であり続け、 SIS と違って、組織の根拠となる法律は2003年まで存在しなかった。GCSB についての情報は80年代から段階的に明らかにされた。GCSB は、上記のように必ずしも民間通信防止専門の機関というわけではない。しかし、GCSB が注目を集めるようになったのは、 いわゆるところのエシュロンを担う組織と判明した90年代後半からある。この巨大な通信防止システムがニュージーランドの国益に反映しているのか。システムは有効なものなのか。そして GCSB がニュージーランド政府の統制にきちんと服しているのか。という問題はしばしば議論の対象となる。GCSB 自体は巨大な機構の一部をなすに過ぎず。 NSA がきちんとニュージーランドのためのデータを送り返してくれるのでなければ、その収集能力を表し低い。そして、NSA はしばしば情報の共有を怠ると言われている。レインボーウォーリア号事件を事前に察知することができなかったし、しばしば起こる太平洋当初諸国の混乱に対処できていない。そして、GCSB は NSA と一体化しているが、 そのため自国の内閣や首相に対してすら情報の隠蔽を行っているのではとも言われている。デビッド・ロンギは彼が首相であった時 GCSB は彼を暗闇の中に放置したと後年になって批判した。2005年にロンギが死去した後残された彼の書類が公開されたがその中から85から6年度の高度な機密文書が発見されて問題となった。 それは、本来ならば、機密管理者によって回収されるべきものであったが、なぜ放置されていたのかは不明とされる。その文書によって明らかとなったことは、以下のことである。ヘレン・クラークは、論議の GCSB 統政府の説を否定し、このような文書があることは、逆に GCSB が、きちんと報告を上げている証拠であると述べた。また、このことはすでに20年も経っているから、 日本などとの外交関係に影響は及ぼさないとした。しかしいずれにせよ GCSB への風当たりは強く、このような通説に対処するために GCSB 長官自身が弁明の記事を発表することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。